7番覚醒陽介伊藤慶太郎の外並びかけていきました。最強ライン3人で覚醒を突っ張る動き、伊藤慶太郎負けじと踏む7番覚醒、合わせながら1番伊藤慶太郎です。伊藤と覚醒のさあ先行争いは赤番杉から激化していますが、伊藤慶太郎優勢に運んで覚醒出られないか。4番成田も3番手で内田と絡んでいます。3番朝倉義弘は外、7番覚醒陽介との並走がありましたが、1番伊藤慶太郎主導権取り、足を消耗していますが残り1周回、1番伊藤の先行突っ張り、3番朝倉と5番の内田地元勢、2番手3番手抜け目なく、4番手は6番渡辺正光終始回っていて、4番成田健二が自力に転じてくる。先頭は1番伊藤慶太郎、3番朝倉が最後の仕事で、さらには二野屋、2番立川和成が追い込んでくる。先頭1番伊藤慶太郎の行為から3番朝倉と2番の立川和成、立川和成3番朝倉並んでゴール、内5番の内田英介、最後は3人の勝負。